おはようございますこんにちはこんばんは豆腐です。ってことで今日も元気に逆つくやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて本日はですね何をやっていくかと言いますとチーームレビュー日取りの奇跡やっていいいきたいと思いますこれがですね私のフレンドの方がですねもう見るからにすさまじい日取りを作っていらっしゃいました。 さんですすねありがとうございますちょっと今回はお借りさせていただきますルイス・ディアスマカリスタソボスライニーサラーマルディーニアレッサンドロファンダイクエンドアーノルドカーンと、まあ、現在考えうるカウンターの最強チームなんじゃないかなと思うほどの性能ですアレッサンドロディフェンスキーマンをきちんと起用してらっしゃるところがさすがだなと思います で、えー、マルディーニを使っていることでマカーリスターと合わせてセンターのレーンを2つ通してますねマルディーニ素晴らしいですねレーン特徴持ってますからね、えー、真ん中に2つのレーンが走っているといやもうこれ以上のチームはどう作るんだっていうようなチームですし、まあ、一定で、ね、このソボスライのオフェンスキーマンとあとはルンメのオフェンスキーマンの2人があるんですが今回はソボスライのオフェンスキーマンを利用されているようですね まあ素晴らしい、まあ、楽しいい楽ですねここまで強いと見ていてすごく楽しいチームですが、まあ、総合値も55万8,000ということで「あっ逆造ってこんな総合値行くんだと」と、えー、思わされるような <laughs> そんなステータスになってますそしてやはりもうサラー気になりますね素晴らしい性能です1 9,7172万に届きそうですよねサラーなんかはもうね ルンメも2万に届きそうですがルンメはあの監督、えっと、サポート監督かなベール監督の恩恵で伸びているので、まあ、それなしで2万に届きそうなサラー・アーノルド本当に驚異的だなと思います。ってことでですね本日はこのおそらく考えうる中でのカウンター最強チーム相手に、えー、戦っていかせていただきながらですね一人りどうなのと。 えー、ドリブルとパスが上がるのはわかるしフィジカル上がるのもわかるけど守備面どうなんですかアーノルドファンダイクででいけるんですかっていうところを見ていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。今回はですね2試合やらせていただこうと思っていて1個目がちょっと総合値大きく見劣りしちゃってはいますが3美の共演。 ででやっっってていいきますすちょっと気になっていたんですよ、ね、あの3バックの3尾と4バックの日取りってシンプルぶつけたらどうなんだろうっていう3尾の共演に関してはタックルマークっていう守備能力が上がるのでこの守備能力が上がるフォーメーションコンボと上がらない日取りがぶつかった時にどう動くのかっていうところみ見たいのとあとはやっぱり日取り使うってなったら相手は中央突破になると思うので。 私の青獅子の栄冠とやってみて、戦術有利を取った時の左のその強さっていうのも見ていきたいなと思います。ってことで早速やっていきましょう。ちょっとだいぶね、総合値が違うので、あの自分、私的にもね、これ大丈夫か勝負になるかっていうところではあるんですが、逆に言ったら、この私の賛美に関しては、一昔前はそんなになんていうの、弱いチームではなかったので、カウンターの中ではね、あのちょっと気になるところですね、見ていきます。 さあ、あやっぱワイドにサラーが開くといいですね。フリット、デルピ、<coughs> エンド。さ、あフリット、デルピ、うんうん。プラティニ、さあここファンタイク通れるのか。やっぱりちょ、ん？ここでタングルドマークをするのかい、ギュンドアンが <laughs>。ギュンドアンがタングルドマークをするのかい？やっぱりなんか見ていて思うのは、まあ、もちろん選手の性能すごい高いなと思いますが。 監督のフォーメーションコンボ効果でめちゃめちゃ守備能力が上がるわけではないのでそういった面ですぐに奪われるっていう感じではないじゃないかなうんただドリブルが嫌ですねみんな当たり前のようにドリブル運ぶのでさあモドリッチプラティニテルピーギュンドワンただお互いあれだねなんか攻め勝てるかどうかみたいな感じになりそういやただやっぱりここはファンダイクきちんと顔出してきますね モドリッチボール持ってあちなみにごめんなさいもうもう分かってるよって感じかもしれないですけどあ青がお相手の方ですさあ今シエルフィードが入りましたがチーム全体のスタミナ回復いいですねやっぱり遠藤マカーリスターソボスライもそうですけど結構そのサラーがねスタミナ削られていた中で本当にまんべんなく回復してくれるのは強力ですねさあここはサラーのセーブをカーンからサラーのシュートをカーンがセーブしていきます さあここでギュンドワンがシルフィーさあディアスがチェーントラップからのアプローズパス素晴らしいですねマルディーにんか折り返してきてこの位置からのファイヤーショットいや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 すげてるスキルもすさまじいですね後半行きましょうやっていきましょういやいやファイヤーショットかやばいな すごいな。さあ、アーノルドの資金量発揮、ブライトドリブル、A ランクですが、長い距離運べますね。ライカルト、ドミネート。さあ、アウロラフィードで出していきます。プラティニ、メッシー、デルピエロ。うん。いや、アレッサンドロいいね。当たり前にきちんとボールを運べる。しかもディフェンスキーマンですからね、アレッサンドロ。かなりハマりますね。さあ、キュレートタックル。なんだろう、なんか。 いやー、そして、当たり前のように買わされていく。なんか、フォワード、うちのチームのフォワードがあんまりスキル発動しない気がするなぁ。なんか、そうでもない。さあ、ただここはファンダイクのタックルとかだったら一応買わせるんですね。デルピエロだったら。やっぱりあれかなタックル能力とかの上昇が何もないっていうのは一つ、日取りの、 ボールを支配されやすいっていうところにはなっちゃうような気はしますね。ファンダック高い力のファースカットいいですね。ただ、おこれ止められるのかさすがに止められるか。さあ、フリットのトボン、アーノルドのバーティカル、さあ、ここでファール、さすがオリバー・カーンですね。ほうほう、ここでギュンドワンをマークしていく、やっぱスキルの質が高いですね、ものすごく。うん チェーンドリブルだとかトラップだとかすごくいいものをもともとみんな持っているので素晴らしいなヒドリ・マーカーリスタうんうんうんはいってことでですね0対0ですカウンターはなんかやっぱり見た感じ奪い返すまでにちょっと時間がかかるイメージですねすごくハイプレスで高い位置で奪うというよりは本当に最終ラインの優秀なセンターバックとかえと彼らがきちんと シャットトアウトしていく遠藤とかね素晴らしい DMF がきちんとシャットアウトしていくそういったチームだったのかなと思いますただやっぱりドリブルっていうところの質はものすごく高いですねあの特にアーノルドいいないいですねあのこの良さっていうのはやっぱりジョー・ゴメスじゃ出せないところなのでサイドであれだけボールを支配されて前に運ばれてしまうと正直結構きついなというところでした。 はいいありがとうございますそしたらですね本領発揮の方戦術有利を取った場合を見ていきましょうこちらは青獅子の栄光ですねあのジョゼモウ・リーノ監督のチェルシーですかなり守備的なフォーメーションコンボなのであのそれに対して攻撃的なリバプールがどう動けるかっていうところが気になるところですねさあマケレレがなぜか打っていくさあさあマカリスター手を 止められるのかが疑問ですよねこれだけ素晴らしいカウンター相手にえっ、ー、とチェルシーが守備能力上昇してるとはいえ止められるのかと果たしていうところですねさあチアゴシューバーとサラまあこれはチアゴに軍配がまず上がっていくとさあそぼすらシルキーパスチアゴエンバペ負けれるバッチョ ここの遠藤のタンタグルドはどうだいやでもいいですねタングルドいいねエンドいいねエンドめちゃめちゃいいですねさケイルケイルドリブルスタウネンシュート素晴らしいスキルがもうボンボコ出てきますねエンドいいですねさっきからめっちゃ顔出してる気がするいろんなところにさあこれもメニャンがなんとか止めていくさあさう,そういやーボールをキープできないさあどうだサラーのッ骨頂素晴らしいですね止められる気がしないなファールのシルフィーやばいね ちょっと一旦止めますね。スタミナがね、もう全然違うの。めちゃめちゃ削られちゃいます。ミッドフィルダー、虫の息ですよ。素晴らしいですね。驚異的だな、バッチョ。エン,エンド強くないマジで。イーグルパス。やっつけてるスキルがすげえ。ビビー。さあ、負けれれ。ソボスライ取れない。ソボスライ折り返していく。メニャンがヨシナに頑張ってくれる。いやー、メニャンがいなかったら終わってますね。 サチアゴのタングルとテオエルナンデス、アイロニー通るか。うわ、ルミナス。やばいですね。もう持ってるスキルの質が高い高い。アウロラ、デコ。いやー、素晴らしいですね。なんか削りに削られちゃいましたね、前半で。さあ、ちょっとここで私の方は選手入れ替えさせていただきます。さあ、ディアス。いや、チェーン、裏取られて、カルバールのハイド、来るが、 いや、待って、エンド優秀すぎんエンドヤやばすぎんかさっきからイーグルパスめっちゃ出すんですよね、エンドめちゃめちゃ守備でも存在感抜群なのに。いいロングパス出しますね。すごいな、エンドディアス、メニャン。うんうんうん。いや、待ってください。エンドいいね。さあ、エンバペア、リクパレート。これはあれですね。二つなリクパレートですね。 さあエンバペがすげえ一人で頑張っていく折り返すがいるのがファンダイクいやいいねやっぱファンダイクがドンと真ん中で構えてるので突破できないねなかなかさっきのあの賛美の共演使ってた時もそうでしたけどファンダイクを突破できないねなかなかね1万5000とはいえなのでトップクラスの総合地でまだ現状ないアーノルド・サラほどではないと言えいやとはいえ やっぱりリカルド・カルバールと同程度の性能はありますからそう考えるとどれだけファンダイカが強いかってことがよくわかるあカルバーレがルンメニゲにタックルでボールを奪われてルンメニゲに決められるというカルバールさんどうしちゃったんですかっていう状況でしたけれどもいや素晴らしいねちょっとスタミナ見ますかもうやばいね虫の息ですねうちのチームはそして相手のスタミナマックスなの意味わからんね驚異的だな いやーすごいですねさあ遠藤再びボール奪っていく遠藤遠藤渡るこれが日本の日本のアンカー遠藤渡るですかすごいなそしてファンダイクさあめちゃめちゃ出てこないすごいさっきから高い位置まで出てくるんですよねこれがファンダイク面白いなと思いますねなんかめっちゃ高い位置まで出ていてすげえいい位置でパスカットしてくる。 しすごい位置いい位置で早々に潰してきますねあ今回のマンゴー祖母スライなんだ遠藤じゃなくてはーはーはんいや強いこれはアシストとかかなちょっとね遠藤が光り輝いていたので遠藤すごいなあ誰か祖母スライ1点目ですね遠藤のコーナーからに祖母スライが合わせたんじゃないか多分分分かんないけど であとファンダイク7.5さすがですねちょっとンファンダイク想像以上の輝きでしたねもちろんディアスサラーも強力ですしドリブルされた時に止められないは止められないんですけどやっぱり言っても言っても今までもドリブルが破壊的な選手ってそれこそエンバベだとかロナウジーヌだとかいた中で遠藤みたいな守備での存在感も抜群だしこのビルドアップで大きく貢献できる選手 コーナーナも切れちゃうとかねあのビルドアップでゲームの中盤真ん中から高い位置まで1本いいパス通せるだとか SA のパス能力を持っていてかつダイナモで、えー、とパス超を持っている遠藤だからこそできるこの存在感抜群でしたねちょっとペネトレートパスの存在感はなかったですけどロングパス刺さりに刺さりまくってたのでちょっと遠藤のロングパスはキレキレですねつけた方がいいですねこれは。 うん、いや素晴らしいチームだったなと思います。ってことでですね本日は、えー、私のフレンドの方をね相手していただいての、えー、の強ささといいうものをさせてたただきました想像以上にね中盤が強いなとあとファンダイクいいなというところでねあの持ってる方ぜひぜひねスキル、まあ、ロングパスとを参考にしていただいてあの強力な日取りをね作っていただけたらと思います。 いや私個人的にはね、ちょっと頑張って作ったこの守備的なジョゼ・チェルシーが悠々と2点3点取られちゃうと結構ね、おいおいお前ら頑張ってくれよって気もしちゃうんですけど、さすがに止めれないね、素晴らしいチームだと思いました。ということでですね、本日の動画はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴誠にありがとうございました。皆様の勇気ゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。